いい。何回もインターホン鳴らしたんだけど、どんだけ出ないの？なんでここにいるのって。はぁ、お邪魔しまーす。なんだよ、来ちゃダメなのかよ。そこ、私が自傷行為に勤しんだ場所だから、そこ掴むと血が出る。まあいいけど。それで、この子が姪っ子？そっか。なんで泣いてるのかがわからないの？ふーん。よしよし。君はなんで泣いてるんだね。ああ、ちょっと人見知りする子かな。私はこのお兄ちゃんの恋人だよ。えへへ。君は何歳？三歳か。上手に三ってできるね。えらいえらい。なんで泣いてるの？どうした？お腹すいた？眠たい？それとも寂しい？そっかそっか、寂しいか。お母さんに会いたいんだね。おいで。お姉ちゃんもね、君ぐらいの時にお母さんがなかなか帰ってこなくてね、朝まで一人の時もあったよ。お姉ちゃんも君と同じようにたっくさん泣き叫んだよ。けど、ママは帰ってこなかった。っていう、私の友達がいたんだけど。ううん、私の話じゃないよ。私の友達の話。それに比べて君はかっこいい。お兄ちゃんもいるし、こんなに美少女なお姉ちゃんも駆けつけてくれた。これってすごく嬉しいことじゃない？一人じゃないって
どんだけ心強いか。ん？君は頭のいい子だね。大丈夫、安心して。寝るまで抱っこしててあげるからね。安心して寝な。よしよし。さあさあ寝なさい。ねんねんころりんねんころりん。よい子はお休みの時間です。あれ？寝てる。え？すごいって？はあ、そりゃ7人も姪っ子も甥っ子もいたら寝つけることぐらいはたやすいよ。布団に寝かそうか。いよ。ん？俺が運ぶよって、はあ、じゃあパパにお願いしようかな。あからさまに動揺しすぎでしょ。起きるよ。ほら。かわいい顔して寝てるね。何驚いてんの？君って結構家庭的だねって。はあ、まああなたったら。子育ては嫁の仕事っていうの？なんて。子供は好きだよ。可愛いし。何より私と同じ思いしてほしくないから。って友達が言ってた。ほら、早く寝かしてきなよ。うん、大丈夫だよ、起きて待ってるから。はあ、危ない危ない。自分の幼少期危うく晒すとこだった。変な心配もかけたくないしね。これのせいで散々心配かけてるし。いつか言う時が来たら言うとしますか。